はい、よろしくお願いします。今回はスーさんの数列の極限丸1をお送りします。で、ここから極限のスタートなんですが、まずね、4問これやりますので、一回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんなかったりとか、あとはまあ極限がね、よくわかんないななんていう方は、今からね、自分が解説を入れながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はまず収束するか発散するかっていうのを調べに行きます。で、ワークとかにはね、もうこの出題のされ方ってあんまないと思うんですよ。ただ、まあ今回の数列のね、極限が始まるとこなので、その極限って何なのって、収束とか発散って何なのっていうイメージをね、ちょっと持ってもらいたいんで、今回この4問やらせてもらいます。で、まず、この極限ですね。で、極限って何かっていうと、まあ、今回は数列をやってるんで、数列って初項から、まあ、こうやってね、第2項って増えていくじゃないですか。で、もちろん、n があるんで、ずーっといけますよね。行こうと思ったらもう先の先まで。で、その、ずーっと n をね、大きくしてって、行った先がどうなってるのって、その行った先のことを極限って言います。ずーっと大きくした数ね、n を大きくしていくと。で、例えば、今回これはまあ一般項になってるから、ここを使っていくんですけど、2n-5 ですよね。この n をとにかく大きくしていったらどうなりますかっていう、どうなりますかっていうのを調べていく。で、例えばこれってまあ 2n っていう風になってるからさ、項差も2だから2ずつ増えていきますよね、数は。つまり、n をどん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 大きくしていったら、当然この数もどん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 大きくなりますよね。まあ、こういう図をね、書く必要はないんだけど、例えば X 軸があったらさ、スタートマイナス3ですよね。マイナス3から始まって、マイナス1、1っていう感じで、まあ、どん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 増えていくわって。で、もちろん、行けば行くほど増えていく。で、こういうのを発散するって言います。発散する。しかも、どん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 プラス方向に増え続けますよね。これを、まあ、プラスなんでね、せーの、無限大に発散すると言います。いいかな。せーの、無限大に発散するです。で、今回は一応収束するか発散するかを調べようって言ってるので、まあ答えとしてはこう書くのがいいのかなと。せーの、無限大に発散。ただし、次回の動画から、まあみんなが使うワークとかもそうなんですけど、こういう風に答えさせるのはもうほぼないです。で、どうやるかっていうと、極限っていうのは、これを使います。リミットですね。で、リミットの下に、n が無限大の時、つまり、n をとにかく無限大、大きくしていった時。で、まあ、数列やってるんで、一般項これ an って置けば、その an はどうなるんですかっていうのが、これ極限を表してます。n をとにかく大きくした時の an、 こいつどうなるのって。で、今プラスの無限大、つまりどん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 プラスになっていくよっていう時の書き方が、まあプラスに大きくなるからこう書きます。これが正の無限大に発散してるよって意味になる。いいかな。これもセットで覚えてください。いい。で、次なんですけど、2番は一般項ここですね。 2-n 分の1です。で、これは2とマイナス n 分の1、まあ、n 分の1に分けて考えます。で、2っていうのは、変数の n が入ってないですよね。つまり、n をどんだけ大きくしようとも2は2なんですよ。変わらないと。ただ、こっちの n、n 分の1ね。こっちは変わるよね。n が入ってるから。だから、あいつをちょっと調べます。n 分の1。n をとにかく大きくしたときどうなるか。で、これはですね、分数があって、まあ上が定数で、まあ今1になってるけど、まあ例えば2とか3でもいいんだけど、ここが今 n だから、どん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 大きくなるわけですよ。1分の1、2分の1、3分の1、100分の1、1万分の1、1億分の1ってどんどん下が増えていく。で、下の分母が増えていけば増えていくほど、これは0に近づいていきます。どん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 数がちっちゃくなっていくからね。分母がでかくなるからさ、0に近づく。つまり、0に
こいつだけね、この右だけで考えたときに、そのある数に近づく、それを収束するって言います。収束する。こっちはある数に近づかないでしょ。どんどんプラスがでかくなっていくから、正の無限大に発散するんだけど、こいつはゼロに収束するの。で、2は2じゃんか。つまり、右側をゼロに収束するから、ゼロとして考えれば、2マイナス0なんで、結局2になると。だから、これ全体、こいつが0に収束するから、こいつ全体で考えた時も、結局、2に収束するよって。これが答えになります。収束っていうのは、ある一つのこの数に、まあ、近づいていく。まあ、厳密に言うとね、大学とかで勉強するとまた変わってくるんだけど、今のイメージは、こうやって上にずっとプラスいっちゃうよとかじゃなくって、ある数に限りなく近づいていく。それが収束なんだと思ってください。で、同じように書きましょう。これ AN ね。一般項ってしたときに、じゃあリミット N を無限大にしたときの AN 一般項。これが2に収束するときは2って書きます。これが発散と収束です。で、収束はもうさっき言ったように、ある数にね、限りなく近づいていく。これが収束なんですけど、発散はちょっといくつか種類があって、例えばこいつ、マイナス1、マイナス4、まあ、書いてあって、これが一般項ね。マイナス N2 乗。で、N2 乗、マイナスがついてなかったらさ、1、4、9、16、まあ、2乗していくから、どんどん数でかくなるじゃないですか。2乗すればするほど当然ね。で、それにマイナスがついちゃってるから、今度、こいつは、マイナス1、マイナス4、マイナス9って、まあ、どんどんこういう感じで、マイナスにさ、増え続けるわけですよ。増え続ける。まあ、下がり続ける。わけですよね。つまり、これは、さっきは上にね、増え続けたんですけど、マイナスに下がり続けるのを、今度は、負の、無限大に、発散するって言います。マイナス方向に行き続けても発散なんです。両方とも発散ね。で、同じように書くと、ちょっとインクがね、リミット N を、8になして、はい、無限大にしましたと。で、その時の AN は、マイナスに増え続けるのを、マイナス、この無限大マーク、こういう風に書きます。ちょっとこの書き方が違和感あるかもしれないですけど、マイナス無限大マークと。いいかな？両方発散です。で、ラストですね。で、ラストなんですけど、これは、マイナス4、16、マイナス64。だ、次、マイナス4の4乗だから、256か。ってなっていくんですけど、これはちょっと、これと同じように書いていくとね、ちょっとここ使おうか。まあ、X 軸があるとしたときに、マイナス4スタートですよね。スタート。次16なんでプラスに行きますと。で、マイナス64なんでマイナスのかなり離れたところに行きますと。で、次はこっちのフォアって行くよね。つまり、こういう感じ。まあ、ギザギザなってるんですよね。で、こういうのを、これ、さっきプラスに行き続ける。マイナスに行き続ける。これも、でかくはなってるんですけど、こう幅が。でも、プラス行ったりマイナス行ったりしますよね。で、こういうのを、振動って言います。振動。で、振動は発散の仲間なんですよ。で、今回は、収束か発散調べようなんで、一応教科書ね、見た時に書いてあったんで、答えとしてはここは、発散するが一応、答えとして書いてあったんですけど、こういう状態を振動すると。振動ね。って言うんで、この言葉絶対覚えてください。で、まあ、振動って言ったら揺れてる感じがするじゃないですか。で、図で見たように、まあ、揺れてますよね。こうやって。波打ってるからって。で、一応イメージを持って欲しかったんで書いたんですけど、まあ、定義としては、こうやってプラス方向への発散とか、マイナス方向への発散。これをしないし、収束もしない。つまり、この三つに当てはまらないものを振動って言います。いいかな？これ、収束も発散もしないって覚えちゃダメですよ。振動は発散の仲間なんで、そう、それだとまずい。だから、プラス方向への発散とか、マイナス方向への発散、そして収束もしない、それが振動なんだと、
これで覚えてもらえたらと思います。いいかな？で、まず、ね、この先またどんどん極限の問題やっていくんですが、今回はこの発散と、ここね、3つね、と収束の意味と、まあ、イメージをね、掴んでもらえたらと思います。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。